我が知見こそアマテラスよ。元就様、ご采配を。憎き武田め。ちょいと手合わせだ。レイディストーンチャレンジ。天下創生の御事の理、我が毛利は足利義輝の才華を仰ぐ。その旨、直ちに足利へ使者を立て伝えよ。将軍よりの才華を。それは我らが足利に下るということでしょうか。そうだ、他国にもそう思わせるのだ。足利の意向は今なお絶大。背後にあらば我が毛利軍は官軍と同義よ。官軍相手とならば敵に迷いも生じよう。そこを突き、一騎加勢に国を切り取り、天下を掌握せしめる。なるほど、さすがは元就様。見せかけとはいえ、しばし毛利は足利の駒となる。当面は公方が信を得るための戦だ。心せよ。雨かけよ。はあ、直虎殿、お聞かせ願いたい。貴殿は親方様に一体いかなる恨みがあると。貴様、この後に及んでとぼけるつもりか。うわ、とぼけるなどと滅相もござらん。覚えがないだと本気で言っているのか貴様。確かに我ら武田と井伊の間に戦がありました。しかしそれは戦の世の常、恨むのは筋違いでござろう。大将戦の決着がつくまでみんな踏ん張ってよ。あ、ありゃ呼んでいないお方まで来ちゃった。いいね、突然襲ってきやがって。これ以上好きにさせるか。直虎様の涙は枯れ果てた。その思い、男どもに分かるものか。拳と拳で組み合うか。それでも私は負けないがな。拳での勝負ならばそれはそれで望むところ。大将に真っ向から喧嘩売るなんざどうかしてるぜ。なんという凄まじい覇気、まさに強者。今私のことを暑苦しいと思ったか。感謝する。物を言わせて。これだけだ、これだけだ。これほどまでとは思っておりませなんだ。戦流れが良くねえからこそ槍の振るいがいがあるってもんだ。ご自重なされよ。その傷は一刻を争いますぞ。直虎様相手によく粘ってるぜ。自信を持て。はい。え、あれ、直虎様まだまだ完全燃焼って感じだな。ほら、直虎様の乙女力は物理的なもんだからさ。でしょうな。
準備は良いな。行くぞ、者ども。伝えられたのは技じゃねえ、焦げるほどの魂だ。あらら、武田の盛況も舐められちまったもんだね。真田忍び隊、迎え撃て。さて、お前たち、楽しい忍び仕事のお時間だ。兵の質、我が毛利とは比べべくも。相変わらず俺様がきっちり埋めてやるさ。俺やれやれ、オタクの相手してる場合じゃないんだよね。周り右して帰ってくんないかな。亡き毛利の名を知らしめる石台となれ。これぞ。それ以上武田の誉れは傷つけさせぬ。少しはやるようだな。だがまだまだだ。ついてないね。うちら今結構忙しいんだけど、オタク空気読めてる？私の約束の人はお前たち武田との戦の最中、お前たちのせいで。それはみんな、たとえそうであろうとも、この雪村、甲斐武田のリスを任された身、負けるわけにはいかぬ。盛大に倒されてくれると、俺様喜んじゃうんだけどね。引くを恥とするか、ならば吉木らのように死ね。諸府の刑部、我が来れば致命だ。忍びがやることさ、何でもありだよ。まずっちまった。すまねえ大将。真田が消えた。どこ行った。出てこい。これはサスケの仕業か。これが俺様の精一杯だ。踏ん張れよ大将。いいざ、今日は覚悟決めてきたってんだ。元就様は元来誰よりも、いや、何でもない。世の乙女たちの幸せのために、いざ。私たちは必ず勝たなきゃいけないんです。私たちは戦い、勝利する。乙女たちの新しい時代のために。覇気の兵よ、百万一心にてかかれ。お任せあれ。報復も敗走もない。我が許すは殲滅のみ。ふらちな獣め、そんなに返り討ちにされたいか。
劣化のごとく、猛化のごとく、老化のごとく。待て、ちょっと衝突が、紐がほどけそうなんだ。男も女も己以外の人間は全て道具。確かに扱いは平等だな。貴様は我にとってその道具ですらない。恥じ入り、即滅べ。指揮する人が倒れた以上、俺たちただの烏合の衆。まだまだこれからよ、この雪村ある限り。次会う時は絶対に更生させてやる。覚えておけ、ナオトラの牙は抜けやしない。ヒデ、それがしを追い詰めたあのナオトラ殿を破ったのか。この国はいかにも早い。さらばだ、トナよ。異なるどこかにてまた会おうぞ。確一なる人力、読みやすいことこの上ない。我らではまるで歯が立たぬ。お頼み申す、雪村様。この雪村、まさに侵略すること火のごとく。震えているこの雪村の熱き魂が、貴殿は国士としても師匠としても親方様には遠く及ばぬ。そう断ずるが、愚物の証よ、我は明かり神、我が采配は無謬なり。まだまだ攻め手を緩めず参りましょうぞ。貴様を撃つ一手に、蜜はリナ生じ。全ては元就様のご采配通り。真なる武田を時と見よ。真田が槍にて時と見よ。我の目を引く者はマシか。武田が大将、真田源次郎雪村、日本一の強者なり。
全ては我が策のうち。それが分からぬか。ゴロども、ここで力を示すが、まことの中心だろ。そう、貴様の隣の者、もう今感じない。この雪村、力の限り道を開く。感謝。見事は、この雪村、負けて悔いなし。照らし尽くせ、アマテラスよ。この世にはびこる無知蒙昧、愚かなるいさかいの火よ。足利は我を信用したか。何やらんま。足利は我を信用したか。いや、それはどうでもよい。毛利が足利の先兵として動く、その事実こそ要。元就様、ご采配を。この地に別動隊を残す。増票のみで部隊を編成せよ。そのうち一人に甲冑を着せ、将と見せかける。しかしそれでは敵と遭遇してもまともに戦えぬのでは。それでよい。別動隊はただの捨て駒、主力など割かぬ。いざという時、一国の足止めにさえなればよい。はっ、仰せのままに。来ましたね。いつの間にやら囲まれておりまする。恐るべし軍神、キリすら我が者として操るか。あるいはこのもやこそ、そなたたちの魔導。反問を超えた私、もはやためらい。皆の者、我が宝具となりて、カササギを撃て。ああ、剣神様、あなた様と共に荒れるだけで、私は…さあ、左右の陣を駆使せよ。これらを落とされれば、ハサミを撃たれるのみ。とにかく目立つ、絶対目立つで主人公。お前の戦を見届けましたよ。敵はねえ。しくしょう、なんだこの野郎。いってた。しくしょう。まずはソリガスがいる。おかしいぞ。やつの泣きどころを見極めよ。たかっこ。やった。するのはこれ。無敵に立ち向かうは勇気か。いいな。無謀だ。やったー。俺は目立った。おかしいぞ。今は誰か見なかった。よえよえ。つまんねー。覚悟しろ。俺様一人か。私は最後の一刀まで油断はしない。全ては我が策のうち。それが分からぬか。
の方にとってみれば将の増強も大差あるまい。人は誰しも無双をこそ愛するものです。皆の者、宝刀となる。霧に紛れる影として敵を惑わせるのです。断言しよう、この世で最も高潔なるは剣心様と。草木をにじらぬよう追い払いなさい。合点です。雪は好きだ。凍えた私をあの方が温めてくれるから。あの瞳が好かない。ガキガキの痛みと笑わば笑え。あの戦いをもっと近くで見ていたい。剣心様、あなた様の震われる頬の中で私、無論美しき毘沙門一の刃として全て打ち伏せよ。あの方も主よ、我が一族をどうかお頼み申し上げる。私など最良の宝具と語ってくださった、その思いを応えるため、貴様を倒す。貴様に興味はない。会いましょう。それがし音のつかませる。見事に鍛え上げた。捕らえてこそ勝ち目が見えるんだ。ひげなどするな。そなたもまた一番のしろ。みんな花のように咲き誇りなさい。承知つかまつった。貴様は嫌な感じがするんだ。軍神の手駒か。邪魔だ。矢を連ねて来るなよ。三本程度で倒れる。軍神の剣は膝をつかない。破れし者やす。戻りなさい、美しき私の方。しとやかにめでられることもまた、そなたの使います。承知いたしました。剣心様、どうかご武運を。必ず無事に戻り、この私。俺はみんなの剣、みんなは俺の剣。おお、はずだ。我らは迷いに打ち勝ったのだ。三人が押されております。大将よ、援護を。良い神様の者、生きて帰りたければ前に進め。無事、このままではどうかお助けを。一人の武人として恩恵の念を抱かせにはおれませぬ。愚か、貴様は犬死によ。願わくば左陣よりこちらにおまわりを。大将、武神や
りもまずこちらを。参ったね。布と薬がいくらあっても足りゃして。日の本一の戦線やもしれませんな。どうにかなるとは鼻から思っておらぬわ。無人の心のままに戦います。かしこまり候。噂では妖術を用いて好きな場所に転移できるとか。勇壮なる魂と武勇を叶うと思っていたのならいかにも愚かな楽観よ。死にたくなかったら大将のそばから離れるなよ。乗り越えし者たちよ、宝具ならぬこの身でそなたたちの意志に報い。貴様は我と帝の見つけた。やはり次は帝への忠心は偽りか。閻魔朝第2位上杉謙信、そのエビジャンで切り落として糸に絡めて、はい、首飾りの刑だ。クリートの優美すら知りませんか。ならそれを伝えるのが私の役目。互いに潰し合うのに。おい、誰か一人は。やった。一条の春子の目。出だしつ。我が道行きは順調そのもの。巨大な地下道。我が道行きは順調そのもの。しかし過日見た夢がどうも気にかかる。厳島にて陰る日輪、地を埋め尽くすおびただしい数の我が毛利の兵たち。美しき厳島がまるで血の海であった。そしてそれが我が采配の結果だと我に語りかける謎の声。元成様、
元成様、いかがなされましたか。元成様。何でもない。お顔の色が優れませぬ。お加減を悪くしたのでは。何でもないと言っている。我が采配に集中せよ。暴かけよ。日の元を結んだこの小生の穴道、いいか、この穴道はな、南は入り表から北は蝦夷まで。寒冷さんが語り出した。野望を抱いて。お前さん、どこから入った。出て行け。ここは小生たちが汗水垂らして掘った穴道だぞ。分を晴らしてるだけだよ。ありゃ、まじったな、こりゃ。おう、あ、しまった。あれが置きっぱなしだ。されし官兵衛の両手、ま、物は言いようだな。
やった、やっこさん伸びてやがるぜ。今だ、かかれ。貴様に興味はない。かかれ。寛冷さんの鉄球に潰されても知らねえぞ。貴様は犬死によ。何を企んでるって？明日の晩飯についてだよ。あれ、どうした？お前さんたち誰もいないのか？この穴蔵はな、妖精の命と同じくらい大事なんだよ。貴様の背後に妙な光が見える。声も聞こえる。小生も同じ。消えた。ここまでやらなくてもいいだろうが。やっぱりついてなかったか。照らし尽くす。またか、あの世。豊臣陣。またか、あのような夢を見るとは。何事か、我に迷いがあると。我が采配に迷いが。そのような打尺ありえぬ。あってはならぬ。我は日輪の申し子、毛利元就ぞ。ボングどもとは課せられし席の重さが違うのだ。声は我に問うていた。我が導くは国か人かと。無論国。そのためには人の犠牲など物の数にあらず。人など所詮駒に過ぎぬ。国を導けばおのずと人も導かれる。それが真理。宇城を攻めようか。なぜ足利はこの城を欲しがるのだ。さしたる要衝とも思えん。よもや我らへの嫌がらせでは。足利の使者はどうした。は、知らせをもたらした後その足で立っております。足利の使者も諸将も我自ら見聞し、偽物ではないと判断した。だが何だこの違和感は。引き返すべきでございましょうか。使者も書状も本物である以上、公方が命も本物。足利に毛利の従順を疑わせてはならぬ。今はな。天かけよ。君、もしかして僕の鍋を狙ってるんだね。いやだ、鍋は誰にも渡さないよ。さあ金吾さん、客人が見えられたようです。知らせのあった通りですね。我らが攻めを予期していた。
と、我は図られたのか。逃げようって言ったのに。見せるがいい。描かれた墨字の上を再度なぞるがごとし。おっといけない、所用を思い出しました。では金吾さん、客人の相手は任せましたよ。あ、天海様、行ってらっしゃい。嘘。ええ、嘘ですとも。今一度服従を誓い、我の目を見て誓い。はい、これを見て見られません。世の中、腹をくくらねばならぬ時もある。中心、それが我ら毛利の大願ぞ。まだうちなんか考えちゃいねえが、やるしかねえ。無の境地にさえ至れば、貴殿すら打ち果たせよ。すべては元就様のご采配通り。それがしの指揮を信じよう。きっとうまくいく。俺たち増強の誇りだったよ。これで効かぬとは、敵も必死というわけか。皆さんまとめて弔って差し上げます。力の差が歴然としておりましたぞ。僕の料理の腕、帝がお認めになったんだよ。だから、ならば我の策の中で足利のために動くのだ。いいか、貴様の立場など変わらん。
私は。答えよ。なぜ我が右上攻めを予期していたのか。足利と共に我をたばかったのか。足利？ああ、そういえばあなたは足利に命じられてのこのこやってきたんでしたっけ。これしきのこと、読み違いでも誤算でもない。万が一の折には解釈を務めましょう。知らせたのは足利公ではありません。では何者だ。答えよ。それは金吾さんにでも聞いてください。簡単に喋りますよ。ならば貴様に用はない。消えろ。あなたを愛したい。あなたを慈しみたい。さあ、その心をさらけ出し、私と共に微笑み合いましょう。一応私からも情報を差し上げます。私を楽しませてくれればです。我は相手に戯れるか。愚物め、愚物め。いいでしょう。敵の敵は味方とだけ答えておきましょうか。敵の敵だと。おっと、ここまでです。が、もう一つだけ。あなたたちはたまたま利用されただけです。そう、羽化しゆく私、その目に刻み込んでください。さ、金吾様の出番ですよ。
この駒は何だったの。やはり捨て駒か。そうだね。今日の鍋気分は。よし、あれで行くよ。またまた、いつもみたいに僕をからかってるだけでしょ。ね、我が采配に従え。勝利への唯一の道ぞ。教室で我に逆らうとはな。たかが駒一つに、そこまで己を粗末にするか。うるさい！天海様を返してくれるまで何も教えるもんか！情に流された者に、なんと醜きか。なんという愚かさか。
こそが万象を支配する。それを理解せぬは愚物の証。俺たちが苦戦したあいつをこうもあっさりと。見た、感謝する。我の計りだ。我が采配は無謬なり。やつらの進軍を止めることができなかったとは。我が策の道、それが分からぬか。そう、貴様の隣の者は毛利の患者へ。闇を払い、日の光が差すのだ。感謝する。神道昇乱、一人の裁きを言います。滅ぶ愚物の僕、これ頑張ったよね。貴様、死ぬ前に我が問いに答えよ。お前、キングメン。島が落ちた。守備隊は外へおびき出され、待ち伏せに遭い、ほぼ壊滅状態。なぜだ。
何があっても動くなと。守備隊には厳命したものを。なぜ我が命に逆らった。それが生き残った守備隊の者によれば、元就様が宇城にて敗れ捕らわれたと知らせを受け出撃を。そのような流言にたやすく乗せられたというのか。相手は竹中半兵衛、極めて高知な策を用いた者と。理由にならぬ、理にかなわぬ。我は動くなと命じた。駒ヶ岸の地に逆らい動く道理はない。羽ばたけよ。おやおや、半兵衛さんよ。どうやらお前さんの策は不発だったみたいだな。おい黒田、半兵衛さんになんて口聞いてんだ。バラしますよ。ねえ。そうだね、君の言う通りだ、官兵衛君。これじゃ何の意味もない。無事に乗り切れそうですぞ。己凡俗、下劣なる策にて我が厳島を汚せし罪、血でもってあがない。これでは猛禽をいたずらに怒らせただけ。僕の計り事は完全に失敗だね。こんな生倉刀じゃ太刀打ちしようにも。私の雄たけびにて奮い立て。ぬるー、君たちは僕が鍛えた兵だ。できるはずさ。へい。とにかく毛利本体を宇城津の小早川軍と共に攻撃するこの策は失敗した。こうなると地盛りのない小生らが不利だ。まったくとことんついてないな、半兵衛さんよ。バカ、薬病神はお前だろうが。半兵衛さんのせいにしてんじゃねえぞ。腹蔵はいいぞ。暗くてジメジメしててな。言われなくても分かってるよ、タホ。我ら毛利に歯向かうは天に弓引くと道義である。くっ、
させさえなければお前さんなんか畜生。楽しいね。君は勘兵衛君との二兵がお似合いだよ。そんな勘兵衛さん、様子見はここまでにしておこうか。今のうちに喜べよ。幸運は続かないからな。愚かな貴様は犬死によ。期待しすぎたのかもしれないな、又兵衛君に。地平になろうとも、はかり神のご采配に従うまで。運はなくとも実力はあるんだ。じゃあまあ頑張ってください。何勝手にやられてんの君。ねえ、魂を射ます。叶うと思っていたのならいかにも愚かな楽観よ。いわば真の憎悪は静かみにしたようなもの。耐えてるとは思わぬ。それがし、いつかあなたと肩を並べてみせまするぞ。まだ沈んじゃいないさ。ひるまず戦うんだ。はい。物の二つよ。こいつが秀吉も恐れた頭脳ってやつだ。はあ、何言ってんだお前。
半兵衛君、君にこの大役は重すぎたかな。自分の穴蔵、いや鉄格子に戻りたまえ。ちくしょう、すぐに出てやるからな。狩りの一つも満足にできないというのなら、しばらく檻の中でおとなしくしていてくれ。ちくしょう、出せ。アホか、バカ、アホか、バカ。あの男は僕の厳島攻めを口外しなかったようだね。織田と豊臣が組み、西の地を蹂躙するからか。貴様と明智の独断か。貴様の厳島攻めを知れば、我はすぐさま宇城を立つ。その我の背後、明智が操る金吾の軍を攻める。足利の使者、あれも貴様の策か。その通りと言いたいところだけど、あれは正真正銘本物さ。利用したけどね。足利の壁や天井にも豊臣の耳や目がある。僕と大谷君の得意分野だ。すまんが、鵜城攻めの命が我の元に届く前に貴様に知れていた。そういうことだけど、今思えばその情報は誰かが故意に漏した。なるほど、ひょっとすると僕も誰かに踊らされたのかもしれないな。貴様、何を笑う。いや、上には上がいると思うとね、面白いじゃないか。秀吉、足利には気をつけ。貴様のような下賤の者が我が聖地を。ああ怒ってるの。え、怒っちゃってる。もしかしてね、ねってばね。貴様、我が守備隊は容易に動くはずがない。いかにして厳島からおびき出した。え、まあ、おびき出したのは黒だ。あれなんだよ、黒だがよ、あのボンジュ。貴様、この後に及んでまだ我をたばかるか。汚い口を開くな。まあ無理もないか。あれほどお前さんを慕っていた兵をやられちまったんだもんな。ここの守備隊は手強かったよ。あの手この手でおびき出そうとしたんだが、なかなか動かなくてな。結局ズタボロになったお前さんの偽物まで用意してようやく動いた。愚かよ。情に熱い、いい部下じゃないか。
全員まとめてムカつくぜ。愚かな愚か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 。が、皆お前さんを思って情にほだされ、我が命に背いた挙句がこれよ。情に熱いいい部下だと、その情とやらで国が滅びてもか。そいつは愚か、あまりにも愚か。これほどの怒りを我は知らぬ。いつまでも閉じ込めていられるとは思うなよ。毛利の兵たちに同情するよ。見りゃ予想以上の惨状だぜ。一体何があった？そうか、これらは全て日輪のおぼしめしか。貴様が今我の眼前に立っているも、全てがおい毛利、あんた、これは全て日輪が保うた試練なのだ。ならば昇乱あれ、我が信念の揺るぎなきを。アバカピオ、白黒つけようじゃねえか毛利。つけるまでもないわ。こんな状態だ。見逃してやろうかとも思ったが、あんたがやる気ならこっちも遠慮はしねえ。我を見逃す、それに上空我に情をかけるということか。そのざまを見りゃ同情もしたくなるってもんだ。いくら相手があんたでもない。我に情、やはり貴様が現れた日輪の導きに相違なし。我が敵は人の情そのもの。それを日輪はしかと示したもん。情が敵と来たか。だったら確かに俺とあんたはフグ大天の敵だろうぜ。
間違いなくな。そんじゃここらできっちり決着つけてよ。あんたとの腐れた因縁終わりにしようや。情に溺れる鬼など角境も甚だしいわ。うら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 せや。うわしゃらくせえ。愚かな上やろ。無様よ。これが人の情報は押さえよ。沈め、情という怒りとともに。乱世を駆け抜けた英雄、我が地の奇跡、日輪よ、昇乱あれ。その時代は千年の時を超えて繁栄を極めるのであった。